今注目のカルチャーとテックをディグる欲望の SNS 源頭者のしだらですアクセンチュアの田中裕子ですはい欲望の SNS 久々の最新回でございます久々の最新回でございますなんんもしかしたら、ね、終わったんじゃないかと思 <laughs> <laughs> 人知れずね、最終回で使いたいので。僕はェイドアウトしてんじゃないかと思ったと思って、終わってないんですよ、我々はね。単純にちょっとこう、いろんな予定が合わず、95%ぐらい僕のせいなんですけど。いやー、当にね、本当にそうです、皆さん。予定がなかなか合わせられずですね、収録がもう何ヶ月かぶりみたいになっちゃっては、いいいやややおりますが。 本当に心配してた。<や>そう、心配してたんですから、私は、あの、しだらさんの健康問題をね、倒れてやらないかと。ね、そうそうそう。そうですね。うん、まあ、歳も年だからね、やっぱりそんなことない、そんなことないですよ。だから、ちょっと、久しぶりなので、今日は、はい、あの、近況報告的なやつをね、したいなと思ってるんですが、しだらさん、最近ね、メディアとかにもより多く出る、お出になられててね、<ー>どう、どうですか、最近は。 そうですね。だから、うん、あの、まあ、あんまり状況は変わってないんですけど、確かにそのメディアっておっしゃっていただいたのは、多分、その、ユーポルさんとも話してましたけど、うん、NFT の話ね。うんうん、が、あの、この欲望ネースでやった頃なんかまだそんな流行ってなかったじゃないですか、うん、ぶっちゃけ。うん、なんですけど、ちょうどあれの後ぐらいから、すごく、いろんなテレビとか雑誌とかも、うん、まあ、今もそうなんですよ、報じ始めていて、 で、僕がやってるその暗号資産、ブロックチェーンのメディアもやっぱ NFT が関わってくるので、うん、まあ、それの取材案件とかもめちゃくちゃ増えて、うんうん、っていう、えー、と状況だったんで、で、それでなんかちょっとアメマに出てほしいとか、なんか、なんだかな、うん、朝のニュース番組とかにちょろっとなんか出るみたいな機会があったものの、うんうん、まあ、 そうですね、だからかもしれないですよ、でもまあ、近況としては、粛々とちょっとその、いつもやってるメディアの仕事、会社の仕事を、うん、があまりにも、まあそ、それもあるんですけどね、さっき言った NFT のブームもあるんですけど、なんか忙しすぎて、うん、僕の気持ちの中では、この収録するの1か月ぶりぐらいなんですけど、<laughs> 精神的なね、時間はね。精神的なねうん、うん なんですけど、なんかここ数ヶ月で言うと、やっぱりそれになんかバタバタしてたなっていう話。うん、実際その NFT 的な変化というか、うん、あの、うん、以前収録した時結構本当ブームになられてましたよね。はい。はい、で、今は動きがあるんですかね何か大きな、これからとか。そうですね。うん、あの、この間話した時は、あの、僕も、あの、ユーポルさんも、七草っていうね、マーケットプレイスの一応何も出してない クリエイアーティストます、出してます、出してます。何か出したんですか七草で。あれ出してないあ、七草では出してない。七草ではこれからじゃないですか。僕と田中さんは今、こうアートを出さないというアートをしてるってこと。ちょっとそのアンビバレントなね。でもね、あの時に比べて、まず国内でも、まあ、細かいこと言うといろいろ仕組みが違うんですけど、マーケットプレイスがいっぱいできてきたことと、えっと、 あとですね、あのー、やっぱりその仮想通貨とかブロックチェーンの動きなんかもどんどん、あの、激しくなって、あの、まあ、ニュースというかですね、うん、あの、中国が規制したりとかそういう時もあったりする中で、まあ、着実になんかブーブー、いわゆるバブルって今年の前半言われてましたけど、まだ火は消えずに、まあ、いろんな面白いものも出てきつつ、で、こんなこと言うと怒られるんですけど、クソみたいなのもいっぱいクソみたいな仕組みとかもできてきてる。<laughs> ななるほど奥のようなね、うん、でもいい意味でもいろんな人が絡んできてるんですよね。何か何かんだろうなマーケットとかが広がるときってやっぱりそうなるなと思っていてそれこそ初めは少数の人しか知らないんですけど、まあ、ちょっと荒れていくんですよ大きくなる過程で荒れるんですよね。変な人とかもいっぱい入ってきてこうどんどんマーケットが大きくなるって作用があるんで。うんうん まさにその状況がなんか数カ月続いていて、まあ、国内でも今、あのいろんな、えっ、ー、と、著名人、有名人の、それこそあの後、だからあれですよ、うん、香取慎吾さんが出したりとか。 そうですね,そうですねそう多分前回ほあの今年の前半とかは Perfume さんが出るか出ないかぐらいだったんですけど、えー、まあその後、えー、とえっとももクロが出したりとか今小室哲哉も出すって言ってたりとかうん、うん、あそうなんですか小室さんが。そうでうん、うん、いろんな漫画家さん東村さんも今出してますし。 なんかそういう感じでどんどん増えてきたんで、うん、えっと、要は、あの、で、その七草のようなマーケット、七草のようなっていうか七草と違う仕組みのもあるんですけど、まあマーケットプレイスもいっぱい出てきたんですよね。うん、すいません、あの、GMO さんが始まり、うん、で、あと LINE も始まり、うん,うん、うん。で、今、楽天も来年やるって言っていて、うん、この間、メディア、あの、メディアドゥっていう、ま、電子書籍関係の会社なんですけど、そこも、 電通さんと組んでやるとか。おお、じゃもうかなり一般化してきてるっていうね。うなんか北斗の県のやつが、この間、400個限定で出て。北斗の県のやつって何ですか原画とか。北斗の県のなんか名シーンの漫画のコマを画像にして、NFT をたものなんですけど、<laughs> どそれが一応400個で、400個、な,なんか数枚入ってる1パックか400パック限定で売り出されて、1時間ぐらいで。うん、売れちゃった。 あの全部完売してよ、<ー>5000円ぐらいのやつが。で、まあ、それについてはまた別の回で、僕なりに NFTs で思うことはあるんですけれども。じゃちょっとそれ、またね、語っていただいて、いろありそうそれは別にんですけど、長くなってしまいました、ご質問に答えると、まあ、着実にこうなんか広がってきてるな感があるような状況だし。 それこそあれですよ。あの、私事的なこと話ばかりですけれども。何でしょう。田中さんが所属してる七草、公認されてる、うん、が、はい、先日 SBI ホールディングスに買収されまして。あらららら,ら,ら、らそうなんですね。SBINFT っていう名前に変わりまして。おお、名前が変わった。巨大資本が入ったわけですよ。おお、これは期待大です、ね。これは期待大ですよ。素晴らしい。ういうんな感じで、あの、業界のなんかもう再編、うんうん、再編というかまあ、この取り合いがまさに始まる。 だからまあ年末から年明けにかけていろんな問題もはらんでるんですけど盛り上がってくるかなと思うのでなんかえと今現時点ではそういう状況かなっていう感じ、うん、なるほどいいですねすごくね、うん、あのプログレスというかですねあの進む業界だなと思う一方でですね私はあのやること変わらず毎日毎日やっぱりこう朝起きてあの相変わらず毎日ンあのエンタメのコンテンツとかを見続けてるんですけど、まあ、イカゲームとかね ネッットフリックス最近だとねそう俺、なんかそれ、イカゲームってさ、単語だけでまず聞いてたんですよ。<laughs> ねえ、日物の話じゃないですよ。俺もう先に言われちゃったけど、<laughs> そう、本当にそう思ったから違うの 全然実写なんだとか思って。うん、実写で、なんか似たような主題の作品がね、うん、まあ簡単に言うと、その、韓国、ネットフリックスでね、うん、あの、オリジナルで韓国の作品なんですけど、まあ、ホラーなんですよね。ホラーだったり、ちょっとヒューマン的なところもあるんですけど、うんうん、やっぱりね、こう、似たような主題の,あの映画を日本でも出してたようなことあるんですけど、やっぱりこう。今は、あれ、あれそうだよね。 アリスみたいなやつだよね。違うかなそうそうそう。あれなんか、ちょっとコンセプトは似てるっちゃ似てんのか違うのかなうん。これはね、見てみてください。あの、一カの話をね、見てみてください。で、モデルさん。いカのイカはイカの。何ですか、その話。イカはいかじゃないのか、果たしていかなのかという。田中さん面白かったですかイカゲームあのね、これね、私最近気づいたんですけど、イカゲーム、結論面白いですと。面白い。面白いんですけど、やっぱりこう、 このコンテンツがはやってるんですよ。あの最近見てる人多くて。うん、で、やっぱりもうすぐに完結するっていう、ネットフリックスのクイックにね、見れるお作法の中で作られてすごい面白いんですけど、やっぱりこう、ストレスがたまる人ほどああいうコンテンツ見るんだなと思っててお<ー>なん、人が戦ってたりとか、結構ね、ある種 R 視点が入っちゃうような、ちょっと恐ろしい描写もあるんですけど、なるほどうん なんか割と普段穏やかな人ほどああいうちょっと怖いコンテンツを見てるっていうところでストレス調整してるのかなと思いつつ私本当はねディズニーランドとかも行きたいけどなかなか、ねうん、予約まだまだ取れないじゃないですかだからコロナで人数制限して予約をしてましたけどまだ全然今行こうと思っても難しいんですか 難しいですねあの。毎週特定の曜日にあの開放されるんですよ。一定の期間の予約が。<ー>それがもうあっという間に埋まるので。<ー>私ずっとこう。のそう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 。本当に。本当にそう。だからなんかこう、ね、とはいえ、 もうやっぱりこの状況と付き合っていくのもみんな慣れてきているなという中で、うんねうん、なんかあの最近ちょっと聞いたんですけどね、薬がもうすぐで開発されるとかしないとかっていうところで。飲み薬がね。飲み薬がね。だからもう来年以降はやっぱりこうツーリズムがどん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 復活してくるよねって思って、<日>あの、某航空会社の株を買おうかなって迷ってるみたいな。<laughs> なるほどね。まあそうだね。今買いかなみたいな。ちょっと今日本株下がってますしね。 そう今かなみたいな <laughs> 思ってますけどね。あとはその近況で言うと、はい、あ,あれですよ、うんあの、音楽活動とか創作をやっぱずっと続けてるので、私は。え、ちょっとベースとしていきたいんですけど、お仕事も辞めてないんですよね、や辞めてないですけど。ご無沙汰すぎて、そんな失礼なことし <laughs> いんですけど働、働いてはいるんですよね。 はいあの働かせていただいておりますね、素晴らしいアクセンチュアというところにね、私大好きな会社なんですけど、ただね、あのうん、ちょっと転職もするという。<え> <laughs> 発表していいんですか、これ。これはね、大丈夫です。もう会社にもお持ちしております。もあそうなんだ。じゃあ、この後ろの壁紙とか変えないとだめですね、プロフィールとか。そうなんです、そうなんです。 あそうなんでございます、ね、い<ー>ちょっと話がいろいろあるのいついつ転職するあの、ね、?12 月1日から別のところでまた新しいチャレンジしようと思ってるんですけど、うん、あこれは、ね、あのもう皆さんに申し上げたいんですが、<う>アクセンジャー株式会社って本当にとってもいい会社で素晴らしいなと。で、その上であのいろんな人に活躍の場を、ね、提供するために私がまず開きましょうと。はいはい なるほど。と <laughs> いうところで、うん、あの本当にいろいろ、私2019年に入社してあの、そんなに長くはいなかったんですけど、本当に面白くてですね、あのダイナミックの中であのお仕事をさせてもらったので、ぜひぜひ興味のある方は、私経由でもいろいろお伝えすることができますので,で、私は私ではいあの、ネクストはまた別のチャレンジをというところで、人生の駒をガンガンガンと動かして、すごい動いてますね、うん。動いてますよ。それはそ まだ社名とか言えない、言ってもいいかもわかんないと思うんですけど、なんか、<う>じゃジャンル業界とか変あるんですかうん、うん、そういう。ジャンルは、えっと、宇宙。おおすごいですね。<laughs> イーロン・マスクのとこ行くのかな宇宙めいたものとかを、宇宙めいたものとかをする可能性もあると。 でやっぱりこういろんなねあの人生の中のあの時間のアロケーションをどうするかっていう話ねあの一つのそう分野をものすごく突き詰めるっていうのもございますし、まあ私はいろんな世界を見てその上でいい意味で引っ掛き回してあのいい影響を与えられたらなと思ってそういう意味で決意したっていう形ですねそううんいやそれもでも宇宙の話も楽しみですねちょっとそう言えるようになってぜひそれも もちろんです。もちろんです。もうシナジーをどん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 作っていきたいなと思ってますし、はい、その音楽は音楽で、うん、えっとね、年末にクリスマスシーズンに、えっとはい、MV を公開してアルバムも出すという、はい。いアルバム出るんですかアルバム出しますね。そう。で、海外ディストリビューションも今ちょっと考えてるので、もう少しずつ頑張ってますね。す それもあ、ね、それのレコーディングとかもしてたっていうことですかレコーディングもしてましたね。そう。でね、しだらさんにすっごいね、<ー>伝えたかったのが、うんあの、ミュージックビデオを作ったときに、私がすごくあの気になっていた、はい、あのロシアの、ねえー、映像作家さんがいらっしゃって、ティムさんっていう人がいるんですけど、はい、ティムさんが。 すごくかっこいい絵を撮る方で、うんうん、で、あの、そのティムさんがこの人に出演して、えー、楽曲のイメージから想像した女優さんを連れてきてくださって、その人が富手亜美さんっていうね、全裸監督2とかに出られてる。ああ、はい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 、うん。演技派の、あの、そのオン監督のね、あの作品とかでも出られてますけど、はいうん、あの、彼女が出てくれて、あの、初めてそのミュージックビデオを見た人は、私、 じゃなくて、富田亜美ちゃんのことを、あの、ボーカルだと勘違いするようなね。なるほど。<laughs> 時々あるパターンの,の。いや、時々あるパターンも、ね、い,やいやいや、本当にね、私に、ね、あの、全然、私影武者なんで、あの、当時、当日、あの、コストを削減するために、私、あの、ヘアメイクして、 をちょっと手伝ったりとかあとなるほどこうやってね輝きつかないようにこうスタッフの人の周りにカトリスプレイをすごい <laughs> 何でもやります私は、えー、でもちょっとじゃ本もう PV もがっつり作ってですねそれいやそうなんですギャスパーノエさんに送ろうと思ってますすごいなえそれがちょっといつぐらい年末ですかはいそれは、えー、と年末にリリースをしようと思って いるのであの前回のそうなんです1作目2作目が Spotify のですねプレイリストのグローバルにも入ったので、はい、今度もそれがいけるといいなっていう淡いね期待を抱きつつというそういうふうな日常を送っておりましたユーポルですいやーすごいですねこれ、うん、そうもう一つあるもう一つはいもう一つ教えてくださいもう一つあるあのーはい、えっととある、まあ、YouTube 番組の,あの MC を や、<laughs> やることになって、今日ちょっと1回目の収録してきたんですけど、あの、エチュードっていうもので、あの、なんていうのかな、やっぱりこのハリウッドとかって演技派の方々が、まあ、いろんなね、あの、映画とかドラマとかお出になられてますけど、演技ができないと、そういうステージに立てないと。で、日本の構造として、日本ってやっぱ監督さんとか客本家とか、あとは、あの、 ある種演技がまだそんなにできなくっても、まずは立たせてみようっていう風なカルチャーが強いんですけど、どね、やっぱりその海外だと、まあ、エチュードっていう、まあ、いわゆるアドリブで演じるということですね。即興、はい。即興、うん、です。うん、で、えーまあ、本人の、まあ、そういう練習というかですね、役者の技術を上げるみたいなことをしてるんですけど、そのエチュードっていうのをテーマにして、 新人の方とか、これからデビューしたいって思っているような役者の方々にエチュードをやってもらうっていう番組が、えっと、15日から始まると。これから始まるんですね、それも。これから始まる。収録時点では今10月14日に撮ってるんで、ちょっと明日だ。それの,あの、うん、ちょっと冒頭でどこの馬の骨かわからない私がですね、あの解説をしたりかするすそう、司会をすると。はあ<ー>。 そうなんですよ。いろいろと粛々とね。すごいですね。いやー、もうしだらさんがお忙しいから、私は私で頑張ろうっいやでも、明らかにここまで聞いた方が思うのは、田中さんの方が忙しいだろうっていう。<laughs> <laughs> ちょっとあの次の回で話すんで、はい、あの次の回で詳しくですけど、プラス並行して雑誌も作ってたわけじゃないですか、コンっていうね。そうなんです、コンだから、一応、そのまあ、現状の会社、まあ、転職もされるということで、うん ですが、現状の会社の仕事もしながら、転職活動もしてたわけですよね。はい、そうですね。うんうん、だから仕事して転職活動して、うん、で曲、曲歌って、PV 撮って、で、なんか YouTube の司会なんかも始めて、うん、で、<う>雑誌も作ってる。 雑誌も作って、まあ、今はちょっとハロウィンどんな仮装しようかなって一生懸命、あのあね、楽天とかアマゾンで検索してるような日々でございますね。<laughs> まあ最近広告でも増えてきましたね、仮装グッズい。いやいやもう、仮装グッズ増えてきた。今年、地味ハロウィンに出たいなと思って、地味ハロウィン。 ななるるほどちょっっと<う>何言ってるか分か,んなかった地味, <laughs> 地味ハロウィンって多分ねこれを聞いてる人は皆さんご存知じゃないですかねかあの地味な地味なハロウィンの仮装する地味ハロウィンっていうのがあって、えー、もうねあのマスクの中でグミを食べてる人っていうやつで出ようかなと思ってなるほどもうちょっとすごい <laughs> なんかあれだななんかやっぱり俗世間に触れないとダメな気持ちで僕もまあ今日本で暮らしてるんですけど、うん なんかなんかどっちかといえばなんかさっきの話じゃないですけどワンテーマのことばっかりなんかずっとやってるなのでうん、うん、それはそれであのもちろん,あのなんか優劣っていう話じゃないもののやってる分野が、ね、結局いろいろ広すぎるんで、うん、その中でいろいろやってるんですけど、うん、なんかやっぱり田中さんすごいのはアウトプットちゃんと。 してていいくっていうとこで、すよね、うん、でそれがなんか形になって、この今年の後半に出てきてるのを聞くと、なんか僕も、いや、全然忙しいなんか言ってられないなっていう気持ちになりました。ああ、よかったです。うん、素晴らしい締めをありがとうございます。近況報告会ということで、はい。いやいや、でもちょっと報告会のついでに、あと3分、数分聞きたいんですけど、はい、何でしょう。素朴に僕、今日話してて思ったのが、うん、まあ、そう、 なんか今日これ多分聞いてくれてる方とかもそうだと思うんですけど、それ結構やっぱ大変だと思うんですよ。そのもう今言ってた複数のことをやって、うん、しかもまあや、やったはいいけど、こう、とりあえずふわっとやらなくなるとかってあるじゃないですか。なんかこう、うね、例えばな,なんかスポーツ始めようとか、それこそ絵を描いてみようと思っても、うん、例えば絵の具までは買ったけど、うん、つい仕事が忙しくてその画材の袋は空いてないとかね。 それこそ本だって読もうと思った本がこう積んどくされたりするわけじゃないですか。見たい動画も、結局ネットフリックス入っても、僕はネットフリックス入ってまだ、あの、1年以上入ってますけど、累計5時間ぐらいしか見てない自信があるわけ <laughs> <laughs> あの自分では、ね。5時間か。家族は見てるからいいんだけど、僕は結局僕が入りたいって言って、うん、あの、ただ本当に見たかった1本だけか2本見て、もうそれから見てないと。で、 なんかそのまあ仕事しながらっていうことを含めてその複数のことをまあちゃんとこうエグゼキューション実行する、うんうん、コツって何なんですかっていうの最後に聞きたいなと思って。なるほど、うんえと。これ非常に奥深い、すごく素敵な質問いただきありがとうございます。どこかでお話また詳しくできたらと思うんですけど、端的に言うと精神分析を前提にしてると。ほう 要はあの自分の性格の癖っていうのをあのかなりあのここ数年でこういう場合にはこういうふうに私は動くとか脳みそがこう感じるっていうのをものすごくこう棚卸しをしたんですね一回。その時に結構哲学書とか、ああ 何て言うんですかね、まあ、脳の仕組みみたいなことも見てで、それで私だったらこういうパターンが続くのではないかとか、まあ、そもそも、うん、あの続けることだけが善ではないというか。うんうん、なのであのであ 結構その何かを始めようっていう時になんか3日とか1週間とか続いてやめちゃったらああやめちゃったっていうなんかこう自己否定とかになっちゃいがちですだから自己否定にならないためにはあの3回っていう自分が設けたあのゴールのレベルを下げてあげて、はい、その3回っていうのをいろんな分野であのぐる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 回していく方が例えば私に向いてるよねとか。なるほど。だからもう全部10回やろうって言って結局全部できないよりは。 3回でいいからやろう。う3日でいいからやろうとみたいな話です、ね。3日でいいからやろうっていうことで、自己肯定、うん、自分を否定しない形でいろんなものをディグできるっていう構造を作り上げるっていうことですね。そうか。だからやっぱり田中さんでも当たり前だけど、うん、嫌なこととか無理なこととか続かないよね。ようん、できないから、<う>すごいね、めっちゃこれちょっと近況報告なんですけど、いい話で。まあ、か多分田中さん自身自分、自らをメタ認知して、 うん、客観的に見て、うん、で私はこういう、まあ、言い方あれですけど、餌とかトリガーがあれば、やめないだろうっていうものをやるようにすると、仕向けていくという、ね、メタ認知だな、すごいな、それ。うんうん、メタ認知、そう、メタ認知だし、まあ、拡張思想というかですね。はは、うん、はいはいはい、はい こうあるべきっていう、まあ、根本的に、まあみんな、みんなの一般常識としてあるようなもの。うん、ま、これちょっと話す長くなるんですけど、例えばその家族のあり方とかも、普通は付き合って結婚して子供を産んで、これが一般的な幸せの形だっていうところがベースとしてあってもいいんですけど、そうじゃなくても幸せだよねっていう、なんかこれでも幸せ、これでも幸せっていう拡張した別の見方とか視点。 でのあのポジティブな捉え方ができるようになるメタ認知っていうのを多分自分は鍛えてるんだと思う。それってねやっぱりこう視点をどういうふうに自分があの変幻自在にできるかというか視点をサーフィンするっていうふうに捉えてるんですよね。ねうん、なのであの次回ちょっとご紹介しようと思ってる私の雑誌も「視点共有マガジン続婚」っていう。なるほど。そう 人生のライフテーマがやっぱこういろんな視点の、うん、に自分を置いてみることができることで、うん、まあよりこうなんていうんですかねあの心が豊かになるというかそうですよね、うん、いや本当にちょっとあれですけど持続可能な話ですよねなんか言い古されてる言葉ですけど。うん 何、うん、か長く生きるためとか何か長くやるために大事なことだよね、視点を。うん、いや、本当そうですよ。だからこう、よくね、私、あのストレスあるのとかって聞かれたりするんですけど、<ー>そのストレスは、それは生まれますよと、ただそのストレスを生まれづらい環境をどういうふうにしたら私は作れるかっていうのを、視点を変えることでこう、うん、メタ的に見て。 作っていくっていうところなので、はた、うん、から見たらのほほんとしてるように見えたりするけど、実はこういろんなとこで楽しくできてる。<ー> <laughs> <う>いや、ちょっと勉強になりました。ありがとう。はい。じゃあちょっと次回はですね、今ちょっと話にもこれうまい感じで最後こういう話になりましたけど、そ,ね、そのまさに視点をという話なんで、うん、続行の話をちょっと、まだね。はい 発売前にこれ収録してるんですけどまた何回かちょっとやると思うんですけど今回はとりあえずちょっと僕は初めて中身について聞くんで、はい、そういう回を、えっと、次回放送しようと思いますありがとうございますはいそれでは皆さん今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました今注目のカルチャーとデックをィ欲望の SNS